来てくれたお客さんが楽しんでくれればいいかなっていう、なんかその元にみんな集まってくれてる感じがするんで。100%自分がねこうやって夢を叶えることができたソロのツアー、ソロステージっていうところ で音楽を通して共感し合った仲間たちとパフォーマンスできるっていうのはすごい俺にとってもね忘れられないステージになるかなっていうのは思うし、ライブ見た人もねなんかこう今日のライブを特別な一日だと思って思い出にしてくれたらいいなっていう。Are you guys ready? Are you ready, everybody? Let's go! I'm a chain breaker. 埼玉の皆さん楽しんでくれてますか？とはメンバーだけど友達同じステージでやれるっていうのはなんか心強いし楽しかったですね。なんか思いっきりやれた感じ。ステージ上でベニちゃんと歌うのは初めてだったから気持ちよかったです。歌を楽しんでたっていうか、なんかかけがえがすごい楽しかったから、お客さんに届けるっていうかは2人で楽しんでるのを見て楽しんでもらうっていう感じの時間だったなって思います。したかな、イレギュラーなキャラクターと音楽が入ってくることがすごくなんか狙いでもあったし、心地よさそうにやってるわ。ターフェスがあえて自由でやってくれたのは俺も裏ですげえ楽しみにしてたし、何よりお客さんがすごい楽しそうにしてたのがなんか俺はすごい良かったかなって思った。えらい緊張したな、本当に。もう一回やりたいぐらい緊張したよね。ちょっと待って、もう一回やる？いや、もう一回やろうぜ。もう一回やろうよ。本当にやります。本当にやります。やろうよ、もうやりましょう。ここまで来たらねえ、なんかロックバージョンみたいなやつ。人はなぜ人を…こんな笑っていけます？この曲。じゃあ、やろっか。久々緊張したから2回歌った。2回かよ。2回、まさかの2回。元気あまりすぎたって。どう集中するか。目キラッキラしてたもん。なんかカツ丼2杯食べたり。一杯でもお腹いっぱいなのに。最高。いや、今月8回もやってる。やばいじゃん。ああ、で、すみません。皆さん、ありがとうございました。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 ありがとうもう出した、空っぽでございます。改めて自分が本当に本当にいい環境といい仲間に巡り合えて、こう同じ時代でこうやってやれてるというのがすげえ奇跡的だし最高だなっていうのはなんか噛み締めてたかな、この2日間。だから今後もね、なんかもっともっと面白いことができると思うし、また楽しいことをやりたくなるかな、何点？僕は98ですね。100点出せ！ありがとうございます。